昔は公私分断だったじゃないですか。時代の時はね、特にね。はい。でも本当、時代が遡るについて、全体のサッカー界がそうなんですけど、うん、後ろ守備頑張るチーム、前攻撃のチームで、左サイドバックだけこう どっちもやってるみたいな感じでしたけど、うん、今って本当に現代的に前からこう連動してプレスかけてるじゃないですか。うん、でベンゼマとかも普通に切り替えの守備早かったりして、今全盛期じゃないですか、ベンゼマ。ベンゼマ、本当すごいのは、攻撃であれだけ仕事するのに、ちゃんとプレスバックしたりとか、そうそうそう、こうクラシコでもちゃんとブスケツのとこ守備引いてたりとか、そう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 、いやお前なんでそんなに、だからそんなにやってて、そんなにできない守備をやるんかいっていう本当にね、エンバペ来てとかハーランド来てとかベンザメ外せみたいなことをちょっと言ったりする人もいたりするけど、いやいやもう見て新しいもの好きみたいなことなんでしょうね、それって本当にだから今のベンゼマは本当に、いやだからあれですよね、本当今のチームって後ろもアルバ入ってラモス あの離脱感じさせないですし、うん、で離脱っていうか放出感じさせなくて、で前からの守備しっかりしてるから後ろの選手も楽じゃないですか、あれって、ね、それはすごいあるね、相手からしたらそこが付け入れ好きなのに、マドリーが前からちゃんと守備してきてビルドアップもね、アウンの呼吸でやられたりしたら、いやだからそれこそ今季のマドリーはむしろあれじゃないですか、マドリーっていつもグループリーググズグズで、うん、そこから CL 一戦ごと上げていく感じじゃないですか、スロースターターだよね今季のマドリー、うん、むしろ仕上がり早いなぐらいに思います、仕上がり早かった、うん、ビニシウスの伸びもありますし、マドリーの不安要素って何ですか森田さん。いやまあなんだろうね、だから、ある意味かなりこう固まってきてると思うんだよね、はいはい、だから、うん、なんやかんや言われながら、盤石の中盤3人がいて、うん、アラバフィットしてきても、ミリトンとガッツとセンターバックになってっていうところで、うん、もうだって、レギュラーポジションも実質上、右のウィングを誰にするかって、アセンションかロドリゴにするか、どっちに行くかぐらいで、うん、もうほぼそれ以外、もうメンバー固まっちゃってるから。まあそこでね、もしその2人相手もバルベルデだったり、バスケスいますしね。使えるっちゃ使えるから、うん、ただこれが、それこそ、CL とかで誰かが欠けたときに、うん、そう、どうなるかだよね。相手強くなったときに、カゼミロいなかったりとか、アラバいないぐらいしか僕の中ではちょっとないっすね。うん、でもね、CL のベスト16で、パリ・サンジェルマンだからね、相手ね、なんか。いや、まあ、どのぐらいにあれかっていうのもありますけど、でも本当、アンチェロッティってこういう風に、アンチェロッティのすごいところって、アンチェロッティが目立たないじゃないですか、いつもチーム。ああ、まあ確かにね。それはその通りです。なんかそのチームがすごいだけみたいに見せてるあの力って、マドリーに一番必要な力だと思ってて。一番適してる監督だよね。かつてのデル・ボスケですよね。うん、高校役。そうそうです。その感じがあって、だから、当たり前みたいにみんなすごいよねって、そうできてるのは、アンチェロッティの力だと思うんですよ。うん、なるほど、なるほど、うん。やっぱみんな、ノンストレスでサッカーやってる感じっていうんですか。確かにノーストレスやってる感じですね、うん、なんですけど使わない選手はちゃんと外してるイスコとか、うん、でちゃんと最初はベテラン結構使ってるじゃないですか、アザールとかベイルとか、うん、あ、すいません、ちょっとこれあれなオートロックあれになった時にあ、そうなんだ、なんかアザールとかベイルとか最初は使ってたんですけど、ちゃんとビニシウスとかアセンションとかそういうのは結果残して、でそっちの方がチームとして強度高いし、まあ、データ的にも絶対出てるじゃないですか、うん、ってなった時に選手を納得させて、あそこの序列を変えさせる、うん、でコンディション整ってたらベテランは使うから、別に年齢で決めてるわけじゃないっていうのも見せる、確かに、うん、でそれでちゃんと結果残してっていう感じですから、すごいチームまとまってて、逆にパリ・サンジェルマンとかは、うん、ポチェッティーノがもうユナイテッド行きたいっていう噂がいつも出ますし、そうあるもんね、うん、はい、で中心選手は出ていきたいエンバペ、うん、なんかずっと渋々残ってて、まあ、結果ここでもういいからみたいになったネイマール、はい、で仕方なく来たメッシじゃないですか、うん、ってなるとこの心のまとまり方のすごいと思うんですよね、マドリーで結果残すぞってチームと、なんかこう心のみたいな、なんかそのってなるとパリ・サンジェルマン、まあ、それでも何やるか分かんないのがサッカーですけど、うん、今の状態だとかなりマドリー下馬評僕有利だと思って、
だマドリーやっぱり今シーズンの本当にそれでいうとなんかチームのまとまりがすごくいいんだよね。そうですよね。の国王杯でもアザールが決勝ゴール決めた時もなんかもうみんなこう祝福、うん、なんかもともとこういうチームじゃないじゃん、はいはいはい、これ、まあ、まあ今のマドリー、まあ、マドリー多分ずっと見てる人でも分かると思うと、あのね、白いシャツに金ピカの方、うん、あのネーミング入ったやつをこう決まってもなんかクールに、みたいな、うん、それがレアル。昔だったあれですよね、ロナウドがベイルと仲悪いと言って仲必要ないとか言ってました、ね、言ってた別に飯食うように行く必要はないんだみたいなこと言ってた、まあ、なんかそういうカラーのチームクラブであるんだけど、今のマドリってなんか普通にギリギリで勝った試合とかクラシコで勝った時もそうでむちゃくちゃ喜ぶし、うん、なんかその辺も含めて、まあ、クリスティアーノ・ロナウドがいなくなってセルヒオ・ラモスがいなくなってみたいな流れでこう逆にチームとしてこうまとまってきてるなって、だからそういういいタイミングではあるよなっていうのはありますけどね。